さあ、追加の情報が、まあ、ほぼほぼ発表されるでしょう天スラの。ただ、追加上級曲が、わかんないんすよね、今回。なんか、いつもだったら大体読めるけど、今回はなんか、いくつかコメントでも言われてるよね。この人来るんじゃないのか、みたいな。はい、目地は、ん、はい、<お>豪絶、お光豪絶だったら、結構気になるところになってるかな。それ以外だと、まあ、春祭り。春祭りってイベント系だから、あんまり関係ない気がするけどな。 そひあ過去に戻ったパターンか <laughs> これことで運曲のキャラクターを獲得おっつ <laughs> っていうか表現の仕方おおシーズさん入手できるんだ火属性ねあれ非属性そうか最近非属性の超究曲っていやシャーできたか っていうか、シズさんなんだってことはあれ割とじゃあ、カリオブリスとかかなり残ってるね、ほんとに。で、これはあーんと、今回の仕様は、まず、降臨日が、土曜日から降臨で、内容が、クエストをクリアするとクリアボーナスとして、シズさんが運極曲で1体もらえるパターン。今最近だとこれってなんだシャアいや、シャアじゃないな。あんまりこれ、最近だとないパターンよね。まあ、1回クリア限りだから、 難易度はおそらくめちゃめちゃ高いと <laughs>。で、非属性だからまたリブルっぽいなこれ雰囲気的に。あれ、じゃあ本当に、ベニマルとかシオンとかの役割が今んとこあんまりコラボでないけど、なんかやっぱカルブリスとか仲介系で来るかな続きましてこちらです。 リムルの忙しい日。集会。集会で。オラコイン的な感じかな。リムルコインで、なんかやろうか、オラコインみたいなもんでしょきっと。そうですね。そちらのコインで、コラボキャラクター、アイコンを引き換えすることができます。はい。で、出現期間が三月二十四日、金曜日の十二時。金曜日だから。明日かな、明日のお昼から始まって、明後日からは、しずさん降臨みたいな感じか。まりましょう、こちらです。 内容は、こちらのクエストにはリムルコインがゲットできるリムルボックスが登場、一定ターンでなくなるので注意で、マルチプレイではクエストのボス撃破でもリムルコインをゲットだから、まあクエストを周回するっていうのはそうなんですけど、まあそのたまにこれが出てきたら、倒すことでたくさんもっとコインのもらえて、たくさん交換ができますよってことね。続きましてこちらです デイリーミッションが登場いたします。デイリーミッション。あああ <laughs> うわやらなあかんやつやん、これ。えっ、ー、と、リムルコインを1日に2000枚集めると、達成報酬としてオーブ換え券や絆のかけらがもらえる。しかもデイリーミッションだから毎日やんなきゃいけないのか。毎日周回しろってことね、このシクエスト。で、リムルコインを2000コイン集めたら、えっ、ー、と、絆のかけら一12345で100個もらえて、オーブも20個もらえる。 いや、いすっげえやっぱ気合い入れてるってすら、今までこんなことしてくれなかったのに。なの、というわけで皆さんちゃんとこのクエストは毎日やってやるようにしましょう。キャラクター、ね、いゴブタ,ゴブタああ、ゴブタね。ゴブタ <laughs> まあ、ゴブタいたもんね。あとは、換、はい、えっと、引き換えできるアイテムで、ね、ああ、ストライカーカードもある。じゃあ今回、 ミッションとかの追加ないんだ。で、必殺技ボイス。あーよかった。私5歳児にも見られる安全健全チャンネル目指してるから、ちゃんと死ねっていうボイスとか使えないもんね、豚どもとか。あとは、線形の書の交換もできて、まあ、グッジョブもありますよ。で、これ、これあることで、あの、運曲数稼いだりとか、そういうラック控会のポイント稼いだりとか、そういうのもできるもんね。窓かでもやった人結構いるかな。 あとは、そんなすごいもんはないかな。でも今回やっぱ、難しいミッションもないから、マジでなんか、初心者向けのコラボみたいなのを、梅さんすげえ考えてるような気がする。だって、ストライカーカードやってきたので初めてだもん。続きましてこちらです。コ、うん、ラボクエストで使用可能な新たなスキル。えー、っと、新たなスキル。えー、っと、クエスト報酬の獲得経験値が50倍アップ。はぁ、シュー、じゃあなるほど。ランク上げで使えるっていうことね、50倍上がったらどうなるんだ 私、ランク上げとか全然分かんないからよく分かんないけど、まあ、効率いいのか悪いのかは、多分コメント欄の、のまくえガチ勢の人が多分計算していい感じに計算してくれるでしょう。で、30分効果あって、4時間の待機時間があるから、ま、あ30分ガチればいいだけってことで、結構あれなのかなその負担かかんないのかな続きましてこちらです。えー、ミッションの追加。あー、そうね、ミッションの追加か。えーっと、スキルを発動せずに、魔王ミリム衆、来週クリアだから、スキル発動せずに残りヒットポイント 100%! ああ、もう一回やらなあかんってこと、あのクエスト。いや、まあ、私は大丈夫だけど、これ結構きつい人もいるんじゃないかな。で、あとは、まあ、今回の周回で進なきゃいけない、このリムルの潔いゴブタがもらえるあのクエストを、マルチで5回クリアしろっていうの <laughs>。まあ、ちょっとめんどくさいけどすぐできるね。で、あとは、スキルを使わずに、シズさんのクエストクリアしろ。で、勝ったら、そうね、まあ、勲章と、まあ、ベルトラは別に、他のミッションで運極曲作れるからそんなに気にしなくていい。まあ、スキルポイントも別に、 クエストの経験値興味なかったら勝つ必要ないからまあ本当にに何か興味ない人は別にこれでできなくても全く関係ないねだから初心者の人は勝てなくても安心よみたいなそんな感じになってる私でももうなんですけどあっほですそう運極なんですけど私すです、ね、もしかしてこれ穴開けられるの、ね、ベルトラにちょっとないねっ気になってますけど何 <laughs> か気づいたとこありますはいはいそうですねさあ続きましてこちらです あー <laughs> 見、見た目変わるの <laughs> えしかもこれ出すんだ <laughs> あれ、てっきり私ガチャゲンだと思ったんですけど、次回のえっと、はっ<ー><はー> <laughs> ちょっと待ってくださいよ、えっとミッションを挑戦して解析率を100%にしよう、えはえつまりミッション全部やったらおっ いや、違うな。え無限牢獄ミッションとは何ぞはい、それではミッション内容ね。一部ご覧いただきましょう。こちらです。え、また別ミッションやれってことは,いね、は一部いや、これ全部でムズいの実は隠されてるパターンとかないえっと、左簡単、究極も、ま、あベルトラ編成して、ミリムも、ま、あ別に勝てっちゃ勝てる。なるほどね。だからこれ、いろん、これを100%にすればいいだけだから、別にこれできなかったら、他のやつやればいいし、 まあ、そういうことで100%に達成すれば何やってもオッケーよ、みたいな。多分そんな感じになってるかな。まあ、多分ベルドラ編成して、ミリムのクリアは絶対やらなきゃいけない。あとは、え、結局、守護獣大賢者のこれやんなきゃいけないんじゃないのあれあれあ、でも一部だから大丈夫か。まあ、そんな感じで、ミッションの、多分100%を達成すればいいだけだから、これやったら他全部やんなくてオッケーだからこれができない人は、例えばこれ2つでやるとか、あとは多分こういう簡単なやつクリアして積み重ねていって、この、 パーセントが100%に達成すればオッケーよっていう。ただそれだけでしょだから多分そんなに難しくないんじゃないのかな逆に言うとこれイフリートでベルドラ使えって言われてるってことはベルドラがある程度使えるようなクエストになってるってことになるのかなまあそれ、どういうクエストになるか結構楽しみになってくるね。あ、終わった。光光頼む光光シャイン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 んあれ光かこれ闇っぽくね あれなんか闇っぽいような雰囲気を私醸し出してる気がするんですけど、違います闇じゃねえかあれあれあれ闇のワープセン、あれあれ光の豪絶ってまだ来てないよね降臨が来週の金曜日。来週の金曜日まあ、これであるってことはほぼほぼ確実に、まあ、無残様みたいな第三長究極みたいなのはやってこないような流れになってるかなあれ シオンというか闇ワープ転送は何のために実装されてるんだい体たいいや、これの伏線が回収されるときはいつか来るのかなてっきり光光絶で刺すと思ったんだけど、早すぎるかななんでまあ闇属性でやってくるね。まあ今回の新しいコラボで光属性のキャラって別にいないんで、なんか期待して持っとくみたいなのないかなどういう、いや、ええ <laughs> なんか闇、闇ワープ転送をすぐゲットされたら悔しいじゃないですか理論でやってこないのかな続きまして、3、 重心化一応前回のモンストニュースの魔法ロバーとかはなかったことにされてんのかなでも重心化って工場だともなんかあトリトンいたトリトンあそうだあいつって非属性キラーだから ひょひょいやいや、これ、俺、これ、オールアンチ非属性キラーだったら、ちょっと上げてもいいかもしんないよ。リムルとどう、比べて、どうなるリムルと比べて、どうなってるリムルと比べて、どうなってるリムルと比べて。はい、性能は、貫通の神、バランス、超バラにできますよ。で、貫,貫通だから、リムルとは違う。で、地雷とワープとウィンドえ、地雷ワープウィンドん天魔一？1? 天魔いや、でも天魔一1は反射だからな。で、貴属性キラーと、ユニバキラーを持ってる。で、SS は、8、あーオールアンチね。 ウォーランチにダメや、じゅー、ん <laughs> で、えー、っと、貫通扇喜型拡散弾の超絶クロスウェーブでしょんなんだこれまあ、6はいけねえな、原則壁ねえし。どこに対して想定されてるクエストのキャラクターだこれま、あ一応多分貫通とはいえ、 重力は SS 使えばいいから、完全ギミック対応を疑似的には再現できる。反射だったらちょっと面白そうなキャラだったような気がするけど、まあでも毒に対しては何もできないから、そこまでの気がするんだよな。超バ原非属性キラー友情コンボに乗ってくるから、まあ貫通扇型拡散が強かったら、強いかもしんないけど、ちょっとこれ、なんかよくわ <laughs> かんないですね <laughs>。いや、原則壁とかそのオールアンチで回避できるものをなんか一個持ってきてくれれば、 なんかさらに輝いた気がするんだけどなと私は思いました。重心かかい、重心かかい。前は、信長のブックスと、あと、ええー、属性何？共に天をいただのかは誰ータ頼む。バフだからこの人。バフだからこの人。バフだからすごいバフです。すごいバフ。すごいバフ。うん、ええっと、え、せーと、反射の侍。 超砲撃になってる。で、超マインにアンチブロックに超アンチワープだから、地雷ワープブロック非属性でもらったらどこ行ける地雷ワープブロックって。そんないいとこないよね。多分コンプレックスとかその辺くらいになってくるかな。で、砲撃型にジョブスついてて短縮チャージもついてるからかなり SS 短縮できる。で、種族が異なるキャラ2体以上か、 スピード500、ああ、いいっすね。こういうなんか一つのなんか難しいやつ満たしてれば、簡単できますよ、みたいな。で、実況家じゃないや、バフくれるやつが、えー、っと、20。 だから、ま、あ多分1.8倍かな。この流れだと、いや、ルナはさすがに超えてくんないか。で、反射衝撃波と、超強拡大爆破弾。だから一応、誘発も可能といえば可能なんで、ま、超砲撃にする人はあんまりいないと、ちょ、っと勝手になってるのか。勝手になってるから、誘発したら、ま、あその、仲間も出してくれるから、すごいいいよね、みたいな感じになってる。いや、本当にだから、ワープブロック、 これがな、どっかでなんか刺さったりすんのかな後々のコーナイドとかで。まあ、バフ系の SS はあんまり腐ることないんで、これが、だから刺さるときは、多分バフのおかげで結構使われることあるんじゃないのかなあとはルナと被ってないのもいいね。ワープと地雷かぶってないからルナがいけないところはもしかしたらケノがいけるみたいな。そういうパターンあるかもしんない。これちょっと気になるんですよね。なんかイベントとかだったら、イベントとかだったら、いや、私楽しみなんですけど、なんかでかいコラボ発表してくれそうにな確かコナンも去年、 イベント発表じゃなかったっけ、はい、コナンのコラボって。こちらああこれ <laughs> コラボの伏線ありありじゃないのこれ。だって、えだ、去年も、確かね、この、このぐらいの時期に、確か、何のイベントで発表したか忘れちゃったけど、コナンのコラボはイベント発表だったんですよね。で、4月29って言ったらもう確実に、コラボ直前間近やないかい。だから4月29日だったら、日程的にはだって、 ああ、そうね。3日後に新しくコラボ発表だから。いや、結構これ、ありそうな気がするんだけど、どうかなでも現場であれか、コナンの発表は、確か、あの、コナンコラボだけ発表で、詳細モンストニュースみたいな流れだったけど、これあれだな。モンストニュース挟む暇ないから、ちょっとどうなんだろう。全部モンストのここで言っちゃうのかなまあ、内容どうなるか楽しみ一緒にしてね。二人一組で、参加することができる、る <laughs> 2二人一組だと私友達いないから無理。参加できるのが6歳以上と。 なっておりますので、えーあ、残念だった。これ行きたくても私5歳だアトラクション情報です。こちらです。どのレベルで行くことで、<laughs> 来週のモンストニュースはこちら。 木曜日。日そうね。まあ、これが最後のモンストニュースになるかな。で、まあ、特に豪絶が発表されたんで、その枠に新しい追加供給局もないから、まあ、ここで追加されることは、まあ、多分、追憶の書庫でやってれても、なんか、スキルが使えて、書庫の集会が少しだけはかどりますよくらいになってくるかな。あとは4月前半のイベントがどうなってるか。まあ、多分、さっきも言ったけど、春な、春祭り的なイベントで、なんかコラボ発表すると思うんで、4月は多分コラボないと思うんだけどな、私の予想では。まあ、そういう感じで、ちょっとここでは、どういう情報が発表されるか、ワンチャン無料ガチャとか、 言ってくれると嬉しいんだけどね4月って結構そういうの多いこれが次回のラキゴンですます終わりますごきげんようます